下読者がスラッシュ台風ですね。下読者が最高の感覚が変わってないです。生地にヒートエンドあります。各社の射撃シールドあるっぽい。あ、あるわ、ありますわ、射撃バリア。臭そう。 おじいちゃんのカレー臭がする。あ、ブーカク受け身取れようになってる。あ、下発生強制ダウンじゃなくなってる。特殊化の下角発生遅なってる。あ、サブ弾速速くなってますわ。ほんまや。軽く。下特角がデッドリーベームで、横特がパンチで、前特がゴッドフィンガーで、ニュートラルが特角が返す。で、ニュートラルアシストが、まあ、いつも通りの足こきなんですけど、レバー入れ特射が、あ、ダウン、あれ N 角横発生のダウン値変わってます。ほら強制ダウン線。N 角横発生ってこれ初段あれなんですよ。ダウン値 1.7 なんですけど、ダウン値変更されてますわ。あ、なんか横サバちゃんと上飛びます。炎からの前のブルー角。レバー入れが突撃っす。各茶はまあこれやろ。各茶打ち終わった後は前のチャンネル早なった。各茶設置やし。何も変わってない。上飛ぶようになってる。横チャージが追加されて、横チャージが避けながら1個チャージで、 L チャージがいつも通りのこれで、前後が縦です。レバー特角がこれですね。で、 N 特がフィンガーになってます。 N 特がフィンガー。あ、アシストがね、電影弾になってますわ。レバー入れ蹴りから497。いやー、こんな遅延くらいないな。角茶打ち切りで、100回復っす。メイン特殊ありますわ。メインからプレッシャーある。おとなしくクソだ。まあブースト商品が増えてますね。乗らへん、感性乗らへん。ゲロビが発生遅くなって感性乗らないっす。もしかける。まあ弱体化はゲロビ感性乗らない、発生遅くなってるサブ弱体化、他変形バルカン弱体化ぐらいですかね。あとはエルトクの燃費っす。解除もな、減るようになってる。 N 特が2倍くらいで、解除も2倍か 1.5 倍やな。調子変わってる。え、ほんじ短い。あ、
トラの変更点はチャージですね。これは横特殊あります。これが物騒になったな。前とかが物騒になってます。あ、手動リロード。モードないです。これこれやばいね、強いね、ビルゴ。あ、ブースト破壊と一緒や。初段は多分4章じゃなかった気がする。4章だ。安くなってるな、確かに。俺が出せるこれ。240くらいは出た気がする。あ、安なってる。安なってる。皆さん安なってますわ、隠し技。補正悪くなったかな。あ、安なってるわ、明らか。300いくやろ。下特格がカウンター、エルドクが、いや、メインカラーでも強くね、これ。アトロゴムで。あ、ちょっとでも下格の性能悪い。これでサブがチャージが2連チャージがアシスト。あれがない。え、あ、ちょっと遅いな。もうサブチャージから読者だ。チャージからサブ。ギス3と一緒で下角前角ありますわ。ニュートラルがギスのゲロビで、横が、まあ、いつも通り電車で、まあ、多分前後がデスタイプ。あ、横が変わってる。前角が前のこの突きになりました。お緑をいっぱい投げれる。突角が前の前角で、下突角がカウンターです。メインからカウンターできません。メイン下突角はメインエルトクと横突角ができる。横突角とエルトク。あ、突破者がクロークですね。セーブアイレがこれか。なるほど。クローク来てるときは突角に通らせてます。ザマー各社。でもデスタイズ HP620 やわ。いや、なんか変わってないかもしれない。ダウンセーブ取れ。多分変わってないですね。下読者にアシスト追加。横サブがちょっと変わってますね、モーション。前の横サブが前サブになってます。火力変わってない。強い火力だけは。なんかニュートラルサブがこれなんて、サテライト一発やんなってるな。川崎仁蔵さんがやったら前発生から。だから前発生と、まあ、ニュートラルアシストぐらいしか変わってないんだ。まあ、もしかしたらサテライト一発になったから重厚性強いかもしれん。ディバイダーも一緒なんですけど、ブレードってステップブレードしたら感性乗らないんですけど、高速乗ります両方。あ、乾燥なんだよ。これいらんな。いやー、爆発した時に、いや、これ爆発した時に邪魔や。これニュートラルちゃんと、こそな
下独白いらんこれ。か、乾燥してあのそっちの携帯のチャージを使うんですね、下独白が。それ以外多分、あ、格好変わってるのか、どうせ変わってないやろ。あ、下角がなんか前の前角、上角がなんか打ち上げて前のチャージっす。カクチャがあの G ビット、はじめのアシストはダブル X のゲロビス。で下特殊になりましたね、ゲロビス。こっちはブレードになって下特殊がゲロになって特化がアシストになったぐらいです。アメキャンはないです。やっぱ100やな。手のいいからクシャ取り上げな。なるほど。反発120になってる。無限に打てない。このキャラ強化されたの謎やな。ゲロビとレバ特殊分かれてます。まあこのキャラ格差ついたぐらいですかね。強そう。まあクシャトリアの方が早かったかな、あの前作のあの格差の方。これ何が変わってんの、マジで分からない。絶対変わってなさそう。格差も変わってない。あ、前角受け身取れなくなってますわ。前角受け身取れない。これ覚醒、足速いよなこのキャラ。めっちゃ速いないこのキャラ足。あ、ハンマーね、上飛ぶようになってますわ。飛ぶようになってる。しかもこのキャラ何がヤバいって、ビーム消しながら降りれるのヤバいな。確かに足めっちゃ速いし、足マジで速い、ヤバいこれ。あ、メインとかがありますわ。チャージめっちゃ減る。まあなんか強そうですね。足速いし、ビームの球でかいし、でサブもあるし、格差が強そうやね。これレバサブですね。横サブが今の、横サブが前のやつで、 N 前、後ろがこれです。チャージが単発チャージになってます。サブがニュートラルやったら、パワーエイトで仕様になってますね、サブ。下サブがなんか一斉射撃。こんな感じです。こちらが前のチャージ数。以上です。補正悪くなってるのかな。わあ、めっちゃ押せ悪なってる。前までは290減ったんですけど、1位とかだ。やっかり受けたな。あれレバ特殊の補正が悪になりました。下角の格闘合わせはいつも通り減りますわ。
前にセットやってフィンガーで320だったんで、まあ変わってないですよ。まあレバートークしたら補正悪くなってメインが増えたぐらい。サムがアシストでニュートラルがゲロビの、レバーがビームで、前後特化がターン A の、はい、あ、下角とややっぱりあるよな。下角になったんですけど、空打ちができないんで下角たまないとき出ないです。なのでこの時はアシストかな。チャージは変わってないです。アシストが変わって、下角にカップルを投げなって、たまないときはモーションが出ないかな。